今日は、とことん、大きな奇跡を受け取る三つの条件をマスターしていただきたいと思いますので、大きな奇跡のね、ちょっと定義から少しお話ししたいなと思うんですが、これ自分だったら、あ、もう絶対できないな、あの、不可能だなって思ってたことが、えー、っと、できた時、自分の中で、本当にこれだけは無理なのよねっていうところの、 大大きききいいい奇奇跡跡を受け取るるこことががでっっててううなとです皆さんにとってのこれができたら大きい奇跡なんですけどというめっちゃ心の奥底にある自分にとっての本当の本当の奇跡っていうねここをとにかく明確にしてください。それ 明確で自分の中で描ければ描けるほどはいこれえ受け取りやすくなるということなんですね。自分が何が欲しいのかっていうことが明確でなかったとしたらばこれは注文することできないわけですよね。 あなたが具体的であればあるほどレストランに行った時に食べたいものが分かっている例えばお寿司屋さんに行って「はい何食べますか?」って言ってカウンターに座ったとしてもあなたが何を食べたいのかということを言わなかったとしたらばそれカウンターからお寿司出てきますウニが欲しいって言わないでウニ出してくれます ?1 つ目の3つの条件っていうことであなたがまずきっと 知り、何が欲しいのかということを明確にしていただくということは、とっても重要っていうことなんですよね。わかりましたあなたが、えっ、ー、と、自分の人生の欲しいものがわからないのに、向こうから来るっていうことはないよっていうことなんですね。ところが、多くの人が、それやり方わかりませんって言って止まっちゃうんですよね。 まずは自分自身が本当に具体的に大きな引き寄せとしてこういきたいというのを明確に描いてください。そして2つ目というのは宇宙とがっつりつながるってことなんですよね。宇宙とつながらないで大きな奇跡まではいかないってことなんですよ。宇宙とつながって人力 人の力っていうところから、釈迦の力に変えていく。すなわち、釈迦の力というのは、宇宙からの応援を受けるという必要があるんですよね。人力車よりも宇宙船なのわかりますどっちの方が早いですかどっちの方が目的地に行くの早いですかこれ人力でエッコラ、エッコラ、エッコラ行くよりも、そりゃ宇宙船に乗っちゃった方が早くないですか ということなので皆さんは今日から絶対宇宙船に乗ると決めてください。先日私にとっての運命の人を あの、ガクさんっていう人にお会いした時に一番最初に言われたのが、弥生さん、もうそんな努力をしてないで、えヘリコプターに乗りなさいって言われたんですよ。だから全く今日と同じお話ですよ。私はそれまでは人力車で頑張ってたわけですよね。頑張って、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 頑張って頑張らないとやっぱり気が済まない。頑張らなきゃいけないような気がする。頑張って、私は自分の存在感を発揮しなきゃいけないっていう、ガを張るということをすごいやってたわけです。 よねヘリコプターの話をされてそれは分かってるんだけどさあって思いながら頑張っちゃうんだもん私っていうそういう人いらっしゃいません皆様努力するのが慣れてしまっていていいですかヘリコプターに乗るんじゃなくて頑張っってたたのが私だったわけですよでその時は奥行きませんでした今以上に仕事してましたけど。 頑張るではなくて宇宙船に乗るちゅうことなわけなんです頑張らないと人並みになれませんってあなたが思い込んでしまえばそうなっちゃうんですよでこの頑張る癖というのをやめていくということが本当に次なんでございますまずあなたが頑張ら なくても価値がある本当にあなたの存在自体に価値があるということを受け取らない限りにおいては頑張る癖は抜けません一体どういうことかというともし自分より優秀な人が目の前に現れてそしてその人がめっちゃ褒められた時きあなたが」 どうやって感じるか。人が褒められてるのを見て、あたしだからダメなのね。あたしまだダメなのね。って思った方、それがあなたが自分の存在をね、認めてないっちゅうことなんですよ。あなた自身が本当に、そのまま、ただ生きているだけで、 マジで価値がある私は存在しているだけですごい奇跡だ。誰かが褒められている時「よかったね私もあなた素晴らしいと思うよ!」って心の底から思えた時あなたは本当に生きているだけで価値が それをどうやったら感じられんね。弥生先生となると思うんですが、自分のことを自分で認めてあげる。褒めて差し上げる。これによって本当の意味での自分の心の平和が来るんですよね。なぜ人間にはシックスヒューマンニーズというのがあり。 シックスヒューマンニーズって人間としての根源的なニーズなんですよ。人間はみんな安心したい。みんな人間はいろんな毎日、あのカレー味だったり、毎日同じものを食べたいじゃないんですよ。いろんなものを食べたいんですよ。だから多様性ってめっちゃ大切で、そして三つ目のニーズに自分は重要であるということを感じたいんですよ。 ですから、あなたが本当に自分で自分の重要感っていうのを認めることができた時にあなたは人から、うん、褒められなかったとしても自分で自分を満たすことができるというのをマジでやってもらった瞬間に初めてここから他人の言葉に依存する 他人軸というところから、これ褒められなかったら落ち込んじゃうわけじゃないですか。褒められなかったら波動下がっちゃうわけじゃないですか。波動が下がっちゃったら宇宙からの応援来ないわけなんですよ。自分で自分を満たす。これをやっていただいたらば、必ず宇宙とがっつり安定してつながれるんです。 はい。えー、そして3つ目いきますよ。3つの条件ですからね。あなたが宇宙とつながり出すと、ひらめきを受け取ることになります。ひらめきを受け取ったらばですね、あなたは5秒以内に行動を取るというのが最後の3つ目の条件です。ひらめきます、宇宙から。この人に連絡したいなって思ったりとか、あ、この話をするといいなとか、あ ここ行くといいなとかいろんなひらめきが起きます。それを5秒以内でやるっていうことですね。で、この5秒以内っていうのをやらなかったとしたらば人間の脳というのはあなたを変化させないようにっていうことであなたがやらない方がいい理由っていうのを頭の中でささやき始めます。リトルボイスというのがどんどん聞こえてきてこんなのやったって無理よっていうのがどんどん言い訳として頭の中で 出てきてしまいますから5秒以内に行動を取るということがめちゃくちゃ重要ということです3つの条件お伝えしましたここからねもうあなたは必ず受け取ることがねできるようになりました奇跡を受け取れるあなたに変わることができたこと本当におめでとうございます で皆様本当に今日もご視聴ありがとうございました10日目の1日で素晴らしい1日をお過ごしください